はい、ワンポンド封印雑談。これは言っとかないとなって言うと、なんでこんな早めに言うのっていうのはどういうことか分かる。俺がタイトルつけるときに、悩むんですよ。うん、あれ俺この動画のタイトルを5秒経った後に、おワンポンド封印雑談かとなるっていうことでね、ワンポンド封印雑談の前に一旦水分です。水分入ってるかな。まず、おはい、ということでね、寝ます。いや寝ながらさすなんてことね。いやそのね、こうパンツなんですよ。俺もここね、ね、逆セクシーな足っていうね、逆セクシーって、逆って何でもつければ成立しましたらね、しましからに、あにょ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 、はい、ワンポンド上雑談だ、何よと、ワンポンド上雑談ってなんだよと、なんでそれ思ってる方、多数、大多数、大多数、まあ多数おられると思いますけど、まあ超多数いると、まあ超、まあね、多長数いると思います。まあ過剰不潔半つるげろはバンバンバンということでね、そのね、奇抜さっていうかね、ヤバさをね、押し出すためにね、狂い始めました。まあワンポンド封印雑談、俺ね、ステーキ食ったんだわ、美味しかったんだわ、だがワンポンドで頼んだんだわ、だけど食い切れなかったんだわ。うん、そうなんですよ。最近なんかね、やべえなーって思った俺。もうやべえなーって思ったから、もう食う量減らしてったらね、ワンポンド食えなくなったと。もう食えなくなったのは知ってたんですけど、ダメだった。あともう一つね、焼き加減を俺はもうレアで食わないと。ミディアムで食うようにしようっていうね。やばい雑談です。いや、もう何がやばい。そのやばいの意味に込められてる意味は何だっていうことでね。やばいの意味に込められてる意味っていう、その意味に意味を持たせてくるっていうね。うん、よくわからない人ですね。どんだけ遠回しに言いたいんだよってね。どれくらい遠いかっていうと、お笑い芸人になるために、宇宙飛行士かっていうツッコミに対して、いや元だわっていうためには、そのボケの一つのために宇宙飛行士になるみたいな、それくらい遠回りですねってね。いやそこまで遠回りじゃないな、宇宙の規模に比べたら。はい、ということでね、うわすごい遠回りだなっていう例えっていうのを紹介します。今の例えを超える例えを言ってください。で、もし、今の例えを超える例えをした方には、コメント削除いたします。なぜか、私より、面白いコメントが書けるということで、僕のフリートークのところに、あなたのコメントを消して、僕があたかも、私の脳みその中、そして感情、まあ、心とか、今までの知恵を振り絞ってできた、その一つのフレーズのように振る舞います。っていうね、振る舞います。振る舞います。ということでね。まあ、嘘ですよ。全然ね、ハートマークを押しますし。ランチコメント来てもハートマークを押しますけど、動画でボロクソ叩きますからね。だって腹立つんですもん、アンチコメント。うん。いいでしょ。だってそっちだってそう言ってくれるんだったらさ、まあ、嬉しいわけですよ。俺はね、やっぱりその、日々ムカつくことはあるんだけど、やっぱそれを口に出したらファンが離れちゃうんじゃないかと思って言ってないだけですからっていうね。理不尽すぎるんですよ、僕。ね。理不尽だよっていうね。まあ、理不尽も口に出していこうかと。ね、口から災いを作ろうと思ってね。いや、口は災いのもとをね、口から災いを作る男に変えちゃうっていうね。あれ口は災いの男って言ってたのかな。いや、ちゃうちゃうちゃう。ちゃう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 。ということでね、ちゃうちゃう躊躇しちゃうから、まさにこれは躊躇のちゃうちゃうだよっていうことで、ね、正常です、僕は一応。ね、正常石井ですっていうね。いや、スーパーの、その、くくりになっちゃったって。くくりイコール俺。成城石の展開してるスーパーイコール端島だからっていうね。まあ、方程式っていうんでしょうか。まあ、そのね、公式を作ってしまったと。まあ、式ではないですからね、全然。各店舗、成城石足す各店舗成城石イコール成城石グループイコール端島京志郎っていうね。はい、まだ、なんだよって、ね。はい、マジわかんねえ。まあ、すごい、俺は話がね、まあ、脱線に都合って、なんかそういう病気あるらしいですよね。なんとか症候群みたいな、なんか、支離滅裂な発言もその病気の一部らしい。だから僕はそれです。第一級その病気っていうね。
クイズ、この病気。チクタクチクタク。ピボン、チクショウ。不謹慎すぎる。不謹慎すぎるよ。こんなん俺が有名に当たった後にさ、掘り返されたらもうとんでもねえ火種になっちまうよ。ね、毎日が火種。毎日が、でね、そのエブリデイと炎をね、かけようとしてごまかしてしまったって。まとめて。そうだ、映画見てきたんだ俺は。映画見てきたから、映画見てきた雑談のタイトル今から通りますと。トリートメントシーマースと、うんちブリブリブリザード兄弟っていうね、兄弟になっちゃったね、剣じゃなくてね。うん、あと剣族っていう意味はさ、よくよく見かけるんですよ。あまにアニメ、アニメ見ててさ、あれ何なんだろうな。コメント欄で意味を書いてくれ、俺は検索するのがめんどくさいから。映画見てきたよ雑談。ちょっと待って、もう一回見る。俺の面白活目する。俺が俺に読んでる。映画見てきたよ雑談。どっちだったってね、声が高すぎる西山きんに君っていうね。あーひどすぎるな、西山じゃねえし。だからそのね、いやひどすぎるなっていうか、西山じゃねえしっていうのじゃなくて、本来であれば、いや西山じゃねえっすひどすぎんなっていうべきをね、判定させてしまいました。判定ってか反対だよね。映画見てきたよ雑談。はい、忘れました。僕記憶力ね、コケコちゃんよりね、ひどいです。僕3秒です。あ、ち、鶏は3歩でしょ。これ3秒です。はい、もうね。あ、だってさ、絶対、あ、でもな、コケコの方が3歩歩くの早いかな。じゃあ 0.3 秒にしとくか。いや、それはないな。どうしようかな。まあ、コケコと同じか、それ以上か。コケコ以上、コケコ未満。コケコに挟まれる男ってね、その個人差も含めて、コケコ以上、コケコ未満って言っちゃうってね。個人差も見てくれる男みたいなね。さあ、もうほぼ誤差だよ、ね。個人差のレベルの中だから、ほぼコケコだよ、みたいなね。その個人差まで出してくれる優しい男ということで。すごいですね。こういう人間がね、次の時代に必要になってくるんじゃないかな。何を話してるんだよ。ワンポンド雑談でな。まあ、肉食えなかったんだよ。で、レアやめてミディアムにして 300g にしようと。今日飯食ってねえけどな。まあ、いいでしょ、そんなんね、どうせ。ね。ちょっと汗、なんだよな、早朝の激太り雑談ってしようと思って、5時50分か。あ、5時50分って、2時間35分のノリでやろうと思ったけど、午後5時55分ってね、55分じゃねえよ、555じゃねえよ。いや、普通にさ、このズームしてる間、アンギルギルバーみたいにボケればさ、始まるらしいけど、普通にぼーっとしちゃったよね。今、ズームをさ、間違えてやっちゃって。そういうとこで始まりになりきれてない。ワンポンド封印。まあ、ワンポンド禁煙雑談にするか。いや、そういうボケね。そういうボケねって解説しないとね、今の人、時代の人たちにはユーモアがないからって言ってる俺が一番ユーモアないですからね。面白いだけですから、僕は。ユーモア多分ないですよ、本当に。聞いてるから、本当はユーモアあるよっていうことを言ってる主張をしようとしているっていうのがね、見え見えでございますよってね。ないからっていう、イコールはあるからって言ってるっていうのをみんな伝えようとしてる。本当ダメですよ。いやでも僕ユーモアあんのかな、でも、あんじゃないのかな、そこそこ。俺のお父さんよりはあると思うな。俺のお父さんすごい真面目だから。すごいね、急になんか、ザコ師匠さんかよって、ね、ハリウッドザコ師匠さんかよってね。こんなことやんないけど、あの人肩がちょっと痛くてねーって、痛くてねーって言ったらジジイじゃん、もうそれはジジババじゃん、ジジババの仲間入りじゃんって。あ、普通に痛かった。ここ痛風だな、ここ痛風ポイント、ネクストコナン痛風ポイント、ネクスト痛風ザポイントっていう意味で、ネクストコナン痛風ポイントってね、はぁですよ、本当に はの歯だよ、笑い飛ばしちゃえね、急になんかね、その嬉しそうな言葉っていうかね、勘違いの言葉を言ってくるっていうね。いでででで、はあ、いでででで
はい、2時間35分。メンヘラポケモンって人のね、父が急に出てきてびっくりしました。すごい、みんながね、素直にピュアに喜んでございます。この リプランがね、そのメンヘラポケモンさんのそのまあ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 、なんて言うんでしょうかね、これこれかっこよく言ってみたいな、うーん、胸部をあらわにした、ツイートに対して、純粋でありピュア、子供心を忘れないリプライをね、やぶみのごとく、まあ、ピュンってやってるってね。かっこつけといて最後ピュンかよってな。お前の人生ピュンだなって言われちゃうよ、本当に。馬面さんに言われねえよ、全然。フォローしとこうかな。いや、でもメンヘラは怖いからな。ツイートで嫌もん、俺が。いや、そのね、マイナスなツイートは見たくないんで、いいツイートだけ見てほしいよね。あと俺最近嫌いなのね、サッカーな。サッカー嫌い雑談もやっちゃうか。いや、サッカーのツイートが嫌いなんだよっていうことね。山田ドンゴロンゴロンゴロンさんっていう人をね、最近ね、ディスったんですけど、これがね、あの本人にバレない。い絶対本人バレたらやべえもん、あの人。もう、オタクがって、ニート引きこもりオタクがみたいな。お前は、ね、そこら辺の土の中に埋まっとけいいんだよみたいな感じ言われたら、ふわーってなっちゃうから、嫌だな。サッカー嫌悪雑談っていうのにするかな。楽団みてえだな。え、サッカー嫌悪雑談する？やばくねえ、それ。え、でも炎上狙い込みで、俺サッカーが嫌いなわけじゃねえんだよね。サッカーの周囲、サッカーにいる第三者、サッカー第三者嫌悪委員会みたいな。委員会雑談、おい、写真撮ってんじゃねえよ。自撮りでその、写真撮ってんじゃねえよっていう人、今見れました、皆さん。あ、心臓痛い。もうダメだー。サッカー第三者委員会嫌悪雑談？サッカー第三者嫌悪委員会雑談。どうや？あ、顔キモいな。あ、寒いな、クーラー。ラクラクーラー。そのね、今日はね、ペア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 ーンってね、お出かけ雑談行ってきますか。お出かけザウデーン。何言ってか分かんないかな。でもこれをさ、何年後かに見返したら、うわ、恥ずかしい、恥ずかしいってなるんだよな。今はちょっと思ったもん。でもさ、これっていうのは、光が、どうでもいい光が、どうでもいい光が下がってしまった。うん。いや、まあ、でもね、なんでこういうのが恥ずかしいかって、他の人といるときなんですよ。他の人と俺はね、他の、自分の動画見るの嫌なんですよね。自分の動画は自分でしっかり吟味したい。吟味はチョイスしたいんですよ。いや、チョイスじゃねえよ。選んでんで、選んだ上で吟味してるから、それをチョイスってね、何、チョイスのチョイスっていうね。あの、まあ、吟味したいんですよ。僕は一人でね。うん。じっくりと。本当に、五感、もしくは六感まで使ってね、やりたいんですよ。でも、それがね、人とで一緒にいるの。で、俺が何かこうやって、ばば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 ばって喋ってる動画をさ、人の前でさらされるのってさ、嫌だよな。いや、俺の動画みんな全然見てくれていいわけよ。なんだけどさ、自分がね、他の人と見るっていうのは、それはね、昔から嫌なんですよ。で、その時は自分の声が嫌いと理由を言ってたけど、今思ったら、そんなに自分の声は嫌いじゃないんですよ。うん。いや、でも、どんどん好きになっていったらいいよね。小さい頃はね、親とかにそういうビデオとかね、見せられて、ほんと嫌だったんですよ。親の前で見られて。公開処刑ですよ。うん。エースっていうね、最近ワンピースの、違法動画をね、あの、違法アニメ動画をね、見ててね、エースが公開処刑なシーンとか多かったので、エースって言ったら、俺がね、ちょっとした犯罪者ってね、うん、犯罪者に加担してるってね、悪に加担したって、悪に屈服したってね、屈服一服どうも、満腹二郎でーす。あー、やばいやばいやばい。ね、冷や汗が欲しいなー。ここで始まを出してきたかと。ね、いや、冷や汗が、ひやりと、みたいなね、ひやり、それこれじゃない。あれ。こっちだ、ここ、ひやりみたいなね。あの、地球儀探そうとしたけど、いや、全然、ひやりは、その、昆虫図鑑だろって言ったけど、動物図鑑とちょっと、あ、動物だったって思ったら、その、今度昆虫図鑑出したら、そうだ、これだ、ここってね、今度はアリ図鑑を見て、ここヒアリみたいなことするっていうね。ゴージャスさんのモノマネしちゃってね。絶対そんなことしてないっていうね。これからゴージャスさんがしそうなことをモノマネをね、してしまった。サッカー、それって。うん。怒り、それ。これ、怒りっていうね。
やばすぎだな、こんな大衆の前でこんなギャグをさらしたら。気違いじゃん。怒り、怒り、怒る、怒る、怒り、それ、これ、怒りってね。演技っぽくてダメだ。本気で殴るんだけど、ね、それは本当に気違いになっちゃう。うん。ふぅーっていうね。あの、奇跡で口笛なんねえかなっていうね。いや、口笛になるんすよ。こうなんですけどね、なんかこうなっちゃうんですよ。こうで、このね、片方に穴が開くんですよ、これ。ロロロロ。これでね、あ、口笛吹けるよって言って、中学校の同級生のナオンドムに見せたら、ナオンドムって言っても、一人じゃないって意味だよ。二人に見せたら、バカにされてさ、いや、片方に、にーって、バカにされまして。そして汚い歯の3分の1アピールしてきます。って。あー、これ見たら多分な、悲しむだろうな、同級生。あー、俺たちこんなひどいことしちゃったんだってなるだろう。ね、楽しくやってんだけどね。そいつらにいじめられたってわけじゃないけど、そういじめられてたけど、そこまでなんか、いじめレベルはね、まあ、5000個あるうちの2だから。その、なんだろうな、友情のないじゃれ合いってやつをやられてたわけで、でも、含めてさ、同級生が、いたら、ああ、うん、変わっちゃったねって。今の本名な。本名なって言ってるけど、本名じゃねえじゃん。うん。マーリンボケ、砂。はい、一旦寝ます。ああ、でもなんか熱くなってきた。すごい汗かいてきた。ドクン、ドクン。あ、ワンポンドステーキ雑談のくせに全然ワンポンドステーキしねえじゃん。まあ、ワンポンド、あ、ちゃう。そんな、こういう時はね、控えめ自動、控えめしかないんかいって、運転しちゃうよ、自動。やっぱね、エアコンもね、権利があるんですよ。エアコンもね、その、そいつ、こいつが考えた通りにね、のびのびやらしたいから俺は自動にしてるんですよって思ったけど、命令してることには変わんねえから。そんなのびのびやれてないよ、エアコンは。本当はテニスとかしたいかもしれない。本当はね、ギャンブルしたいかもしれない、エアコン。でもさせてやんない。俺実力不足だから。ってね。すごいな、世界観。うん。世界観、反世界観でな。あ、まあ、あるよね。考えればできるよね、みたいなところね。うん。あ、世界観ではないんだよな、これ。ちょっとね、あの、ユーモアチックな方がね、言えば。あ、まあ、あるよなって。そのユーモア結構あるよな、みたいな。ツッコミされそうだよね。意外にあるよな、そのユーモア、みたいな。いや、ユーモアって言葉いいよな。最近ね、覚えたわけじゃないんだけど、またね、記憶の、まあ、棚。記憶の棚っていうか、記憶のタンスっていうかさ、まあ、記憶の箱から蘇ってきて、鍵が開いてさ、またユーモアって言葉が、俺んとこに来てくれたよ。うん。マジ、ユースケ・サンタマリアかって。ユーモアの U をかけたんじゃなくて、あれ、あの、隣の突撃晩ご飯っていう、おしゃもじだ。うん。いや、今ので笑わないぞ、さすがに。しゃもじね、でけえね。しゃもじっぽい何かをね、なんかご飯バトル漫画とかでありそうな武器みたいなのをさ、持ってきてくる人いるじゃん。あの人にかけたんだけど、あの人の名前は覚えてねえやってなって、ユウスケ・サンタマリアが出ました。でもユウスケ・サンタマリアって名前いいですね。お尻かい、いけえんだよ、病気で。あー、もうね、やべえ病気、お尻にあざってね。運動すれば治るんですよ、意外。危ねえな、チンコ見えるのだった。チンコは見せたくねえ、性器は見せたくないね。本当に。これだけでも危ないよな。なんかさ、音フェチもなんか耳舐めっていうジャンルも規制されてるし、ひどいもんだよな、YouTube って。もう YouTube はもうダメだ。本当に。そろそろどうせ Amazon チューブみたいな、アマチューブみたいなのも出るからさ、そこも好き放題やれるんだよ。下手したら人も殺せるからさ。うん、これもアマチューブの名のもとに豪華されるみたいなさ、ねえ。権力が暴走した時のセリフみたいなさ、
そういうね、ことができるかもしれない。できねえよ、うん、人の人生をその場でシャットアウトさせることは何人たりてもできねえよということでね、ってね。いや、死刑制度は別だよね。死刑制度の話になるとちょっとね、ディープっていうかね、ちょっとちっちゃいっていうね、そういう話題に。いや、でもどうなんだろうな、死刑制度ってな。コストかかるもんな、生かしといたら。でも死んでもコストもかかるけど、生きてた方がダメなのかな。なんだろうな、刑罰って。ボンバーヤー、じゃあ俺もなるべく犯罪しないで生きていこう。犯罪にはめられないようにして生きていこう、本当に。いや、でも俺なんかもう犯罪してるよな、下手し。なんかさ、そういうのあるよね、みたいな。ちょっと前にギリギリそういうやつがルールができる前の何年か前にやってて取り締まられちゃったよみたいなさ、そういうやつあるよな。いや、ルール前なのにみたいな、でそこまでひどくないのにみたいな。でも規制ひどいよな。なんか YouTube も最近さ、雑魚チャンネルばっか潰しやがってよ。いや、意味がさ、そんな雑魚じゃねえじゃん、10万人規模って。そういうのね、ちっちゃいのプチ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 潰しやがって、大物は潰さないってか。本当にひどいことするよな。で、最近も、カズヤさんも結構やべえんじゃないかって言って、中で俺、唯一俺、ストライキ入ってないんですよ。って言ったら、ガーンってなるタイプなんだけどさ、絶対俺そう。多分なんか、新しい新規視聴者が勘違いして、通報されて俺一発で終わると思うんですけど、そもそも俺悪いことしてないですけどね。で、そのなんか悪っぽいことを言おうと思ったけど、それが矛先になったら困るんで、言いませんけどっていうね。隠すーあ、そう、ワンポンド雑談入りますか。なんだ、ワンポンド雑談っていうのはね、なんなの、その、皆さんの志です。皆さんの魂です。まあまあ、これからは、300g までにして、焼き加減はミディアムにしようかなと思ってます。いやー、でもなんか、思うもんですよ。わ、もう寿司無理だ、ステーキ無理だ、翌日、寿司食べたーい、ステーキ食べたーいってなってるんですよ。やっぱ食欲お化けだわ、マジで。食欲お化け、欲あるんですよね。食欲っていうのは食べる欲ではなく食べたい欲なんだよね。食べれるか食べれないか、食べれるか食べれないかじゃなくて、食べたいか食べたくないかっていう、食べたいものがあるかみたいなね。あ、これ今めちゃくちゃ食ってワン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 っていうものがあるかっていうのが食欲らしいから、みんなもそこ間違えない方がいいよってね。だから食べるの、食べたいものを考えるのもめんどくさいってなったらなんかやばいらしいよね。鬱として、なんかそれになったらやばいよみたいなことが言ってたんだけどな。すごいな、坊主っぽくなったな、横から見たらね。お、ダサ状。いや、メガロボックス終わりましたね、面白かった。ボンボヤージ、ワンポンド雑談食うもんねえわ。オーラオーラオーラオー、どっちで。最近ね、モンドロッチャ見たんですよ。いいね、ライブ DVD っていうのまで終わります。ではありがとうございました。その前にね、あ、一回終わってやるか。その前にね、のその前が聞きたいんだったら次の動画見ようぜ。バイチャ。